我々についての知識の少ない日本にあったおかげとはいえ、日本支部の者たちの活躍には賛辞を送るべきだな。ようやくこれで我々も第三海底に進化することができるわけだ。サマエルの心臓を使うことのできるのはいつになる？次の満月だ。そうすればこの人間どもの世界は我々の思いのまま、我らニーベルンゲン騎士団の長年の悲願がついに叶う時が来るのだ。男爵、気が早いな諸君。まだ我らの道のりは半ばを過ぎたばかりだ。その上我らの敵も消えたわけではない。信仰心薄き今の世とはいえ、我ら闇の使徒を憎み、我らの崇高な目的を阻止しようとする者どもの数も未だ多い。目的の成功は諸君の手にかかっているのだ。ご心配なさいますな、ハルバーシュテッド男爵。我らニーベルンゲン騎士団の力を疑い召さるな。どのような障害も我らの前では塵となることでしょう。その言葉を聞いて安堵した。期待しているよ、諸君。俺の名は柳井藤郎。この横浜にちっぽけな事務所を構えるしがない探偵だ。だが俺にはもう一つ裏の顔がある。おっと、こいつはまだ秘密の話だ。柳井探偵事務所ですが。はいはい、わかりました。お待ちしています。先ほどお電話を差し上げました、マリア・ド・ラクールと申します。どうかしまして？いや、失礼。あまりあなたがお美しいもので。お上手ですこと。まったく、こんなバスへの探偵事務所には似つかわしくねえ美女だ。その美しさは魔的ですらある。こいつは何か面倒なことじゃなければいいが。早速ですが、お願いしたいのはハントの件なんです。そーら、おいでなすった。ハントとは何のことでしょうか？おとぼけにならないでください。すべてわかっているのですから。ブラックロッジハンター、柳井藤郎さん。俺の裏の仕事、ブラックロッジハンター。一言で言えば魔術結社の潰し屋である。どこで嗅ぎつけてきたのやら。潰してほしい組織の名はニーベルンゲン騎士団。それはまた、ニーベルンゲン騎士団、国際的なテロリストの集団として有名なヨーロッパ最大の魔術結社だ。それを個人に潰せた。こいつは始末が悪いぜ。あまり乗り気ではないご様子ね。でもこの仕事はあなたにとって関わらざるを得ない理由もありますのよ。と言いますと？柳谷義一という男をご存知？ええ、古い知り合いですが。そいつが何か？彼は今
ニーベルンゲン騎士団の幹部の一人、栄光、ホドのギーチですわ。柳谷ギーチ。忘れたくても忘れられないその名前。奴は俺のやっていた格闘術、飛鳥流準剣道における兄弟子でありながら、俺たちの師匠を裏切り殺害した。つまりは俺の仇ってわけだ。わかりました。お引き受けしましょう。ただし高くつきますよ。報酬は1000万円、必要経費は別途要求する。この条件でいかがでしょう。結構ですわ。ついてはあなたの知っている限りの情報をご提供願いましょうかね。本部の場所は私も知りませんの。ただジュネーブ郊外にある古城の一つがアジトになっていると聞いています。 OK。 じゃぼちぼち今夜あたりから取り掛かるとしますか。よろしくお願いしますわ。目の前の美しき依頼人を横目で見ながら、この仕事を引き受けたことを俺はすでに後悔し始めていた。しまった、騎士団の追っ手か。すみません、どうやらつけられていたようですね。騎士団の連中か。多分。でもさすがですわね。噂以上だわ。お世辞は結構。そいつは仕事を終えてからにしてもらいましょう。それよりあなたも騎士団に顔を知られた以上身を隠した方がいい。え、まったく面倒なことになったもんだ。こいつはぼやぼやしてらんねえ。明日早速ジュネーブに飛ぶとするか。We'll be right back.
なかなかやるじゃないか。さすがはブラックロッジハンター、ヤライ・フジロー。噂だけではないというわけだね。あんな雑魚相手に手間かけてられっかよ。これは紹介が遅れたね。私はニーベルンゲン騎士だ。日本支部を統括する非番イエソドのフェンダース。この世の名残に覚えておいてもらおう。そいつはこっちのセリフだ。やるな。だが、私を倒したところで、我が騎士団は追ほども答えはしない。わずかに伸びたであろう、己の人生を大事にするがよい。たく、減らず無知ばかり多い野郎だぜ。やれやれ、初っ端からこの調子じゃ先が思いやられるぜ。1000万じゃ割に合わないよな、こりゃ。随分と弱気なご発言ですね。誰だ。あまり大声を出されると他の皆さんのご迷惑ですよ。やかましい。てめえは誰かと聞いてるんだ。鈴掛清四郎。鈴掛ってとプロフェッサーとあだ名される凄腕の魔術師、鈴掛さんかい？君は、ヤライ・フジロー君ですね。ほう、俺をご存知とは、こりゃ光栄ですな。で、俺に何の用だ？腕利きのブラックロッジハンターの君と魔術師の私、なかなか面白い組み合わせだとは思いませんか？それがどうした？一つ提案がありましてね。提案？そう。現在私とあなたは同じ立場にあるということです。ニーベルンゲン騎士団と敵対するという一点において。ほう、それでどうです？私と手を組んでみませんか？なんだと？条件は一つだけ。あなたはあなたの依頼人からの報酬を受け取る。私はそれには一切手を出さない。随分と無欲じゃねえか。その代わり、私は騎士団の所有しているある宝石をいただきます。それでどうでしょう？ふーん。いいだろう、手を組もう。その代わり、少しでも妙な真似をしてみやがれ。その時は肝に銘じておきますよ。
ったく、とことん楽しませてくれるじゃねえか。我が眠りを妨げる者は誰だ。へっ、低血圧か？時代遅れの化け物さんよ。何とでも言うがいい。この王国マルクトのスレーターの目覚めを覚まさん者に災いあれ。土に帰りやがれ、このミイラ野郎。よくいらっしゃったわね。さ、ゆっくりお茶でも飲んでってくださいな。ふざけるんじゃねえ。ああ、落ち着きのない方ですこと。余裕のない戦い方をしていては力尽きてしまいましてよ。この理解、ビナーのヘンデルの前に。黙れ。慌てちゃダメダメ。あなたの相手は私の可愛いお人形よ。
踊りでした。でもパーティーはまだ終わりじゃありませんのよ。何？館の主、お待ちか。やれやれ、もうこんなパーティーはごめんだぜ。館の主とかいうやつは、まったくせこい戦い方しやがって。てめえは真正面から戦うって気がねえのかよ。君にはこの華麗な作戦は理解できまい。戦いにも美学というものが必要なのですよ。さ、この美、ティファレトのクラウスが、君を華麗な死へと招待して差し上げましょう。抜かせ、このナルシスト野郎が。なかなかやりますね。だが美しくない。戦いとはもっと華麗なものを。戦いに美しいも美しくないもあるか。しかし無駄なこと。我らが首領ハルバーシュテッド男爵の前ではその程度の力は何の意味も持たないでしょう。狩猟だと？そいつは一体どこにいる？ルーマニア、バラキア城。
アラキア城。まずはサンジの言葉を送らせてもらおう。よくぞここまでたどり着いたな。見事だよ、ヤライ君。ご丁寧な挨拶、痛み入るぜ。この瞬間、ケプラーのウォルフを倒してみるがいい。ヤライ君、このウォルフ、潔く負けを認めよう。ウォルフ、あんたの戦いも見事だったぜ。Thank you.
ベルンゲン騎士団幹部の一人、勝利、ネタクのカウエルハイム。以後お見知りおけ。では、始めましょうか。イニシエよりの方法に基づいて、一騎打ちとやらを。おう、望むところだ。ですよ。勝利の名を持つこの私ですが、あなたになら負けても本望というところです。あなたなら我らの首領ハルバーシュテッド男爵とも互角の戦いができるでしょう。首領だって？そいつは一体どこに？ルーマニア、ワラキア城。ありがとうよ。さてと、そろそろ本当のことを話してもらいましょうか。どうやらあなたと騎士団とは並々ならぬ関係のようだ。実はニーベルンゲン騎士団の首領ハルバーシュテッド男爵は私の婚約者なのです。あなたの？男爵はサマエルの心臓と呼ばれる宝石を使い、自らの野望を達成しようとしているのです。野望？サマエルの心臓の力、それは人間をヴァンパイアに変えること。すでに男爵、そしてこの私も。あんたもヴァンパイアだってわけか。こりゃ参ったね。永遠の命を持つヴァンパイアの男爵と一緒にいるためには仕方がなかったのです。でも男爵はそれだけでは満足しなかった。というと？次の満月の時に再びサマエルの心臓を使うと、ヴァンパイアよりさらに進化して第三海底へと、その力で彼は全人類を支配するつもりなのです。そりゃまた大した野望だ。私はもうこれ以上男爵に罪を重ねてほしくないのです。お願いです。どうかあの人を、ハルバーシュテッド男爵を殺してください。そしてあの人の魂だけでも救ってあげてください。わかりました。やってみましょう。年寄りなんか相手にしてる暇はねえんだ。アルバーシュテッド男爵とやらはどこにいる？男爵に来よう。だが男爵はお前さんなんかに用はない。お前さんの相手はこのわしだ。この慈愛デセドのグルモンがな。
遅い。儀式が始まる。サマエルの心臓を使った儀式がね。なんだと？我がニーベルン元気師団に栄光あらんこと。また邪魔者か。それもガキときた。あなた。おや？お知り合いかい？私の叔父。そして今は、ニーベルンゲン騎士団に魂を売り渡した男。獅子王。子供の姿だからといって甘く見てもらっては困るな、ヤライ君。この姿は仮の姿。いや。これこそが我がニーベルンゲン騎士団の力の素晴らしさよ。見るがいい、我が力。さあ、見せてあげよう。ニーベルンゲン騎士団、知恵、コクマのメッサラの真の力を。ふざけるな！あなたが求めたものは所詮闇の力。その力に勝利はないのです。ま、相手が悪かったってことだな。あばよ。貴様か。ブラックロッジハンター、ヤライ・フジロウ。我が同志を次々と倒した憎き奴。だがもうそれも過去のこと。私は進化する。人を超え、魔を超え、すべてのものを支配するために。ふざけんじゃねえ！すべてのものを支配するだと？そうなる前にこの俺が貴様を倒してやるぜ。かわいそうな依頼人、マリアの頼みを聞くためにもな。マリアだと？あの裏切り者め。こともあろうにこの私の命を狙うとは。ふん。長生きしてても、
女心一つわかんねえってわけか。どういう意味だ。とにかく俺はてめえを倒す。そういうことだ。いいんだ、マリア。私が間違っていたようだ。男爵。お前の心根に報いなかった。これは私の罪。さらばだ、マリア。お前だけでも幸せに。男爵。さすがだな、藤郎。だが、まだ終わりではない。終わりではな。柳屋！このサマエルの心臓さえ我が手にあればな。待て！待ちやがれ！まさか貴様一人に我ら騎士団が全滅させられようとはな。これで俺のささやかな野望もとりあえずはちりと消えるわけか。さすがは我が兄弟弟子と言っておこう。黙れ！貴様と兄弟弟子と思われるだけで汚らわしいわ！ふっ、嫌われたものだな。だがいずれにせよ、俺の野望を遂げるには貴様はとことん邪魔のようだ。そろそろここらで決着をつけるとするか。この栄光ほどの義一が貴様を成敗してくれるわ。黙れ黙れ！長い間、俺の心に秘めてきた怒りの拳を受けてみろ！Thank you.
すがだな、藤郎。だが、まだ終わりではない。見事な戦いだったぜ、フジロー。柳屋。フジロー、俺はお前のその才能を恐れていたのだ。師匠は、その才能を早くから見抜いていた。俺にはない、お前のその内なる力を。柳屋。だから俺は師匠を殺した。お前がこれ以上強くなることが怖かったんだ。だが、お前は師匠がいなくとも自らの手で技を磨き、俺すらを超える使い手になった。俺があの時殺すべきはお前だったのかもな。今ならわかるぜ。師匠がお前の中に似ていたものがな。なんでお前を殺せなかったのかな。甘いな、俺も。ギチまったくどうなってやがるんだ。気がつきゃマリアはいないわ、礼金も取れねえわ。おかげでこれが俺の豪華な夕飯ってわけだ。はい、やらい探偵事務所。ずいぶんとご機嫌斜めのようですね。なんだお前さんか。これはまたご挨拶ですね。視線を共にした仲間に対するセリフじゃありませんね。何のようだ。いや、君がもっと不愉快になるようなニュースを新聞で目にしたもので、読まないうちにご忠告をと思ってね。嫌な野郎だな、てめえは。お褒めの言葉と受け取っておきますよ。では、いずれまた。なんだと？ニューヨークにて開催された宝石専門のオークションでマリア・ドラクール城カフォーのルビーを600万ドルで売却だと？あの野郎！あいつ最初からあの宝石だけが目的で。ってことは吸血鬼だ。話も眉つば。これだけ見事に騙されると笑いしか出てこない。この俺を、天下のブラックロッジハンター柳井富士郎様をこうも見事に陥れるとは。俺はこの不愉快な事件の思い出を吹き飛ばすかのように笑い続け、そしてその笑いの中で誓った。マリア・ドラクール、今度会ったら必ず一発殴ってやると。